大西光は、徳島県三好市池田町出身の、あゆ釣り名人として知られる人物。泳がせ釣りの祖と言われている、長井修玄に指示し、放置あゆ釣り選手権にて、第5期、第6期、第7期、第8期、第9期名人となる。著書、新しい友釣りは、初めて友釣りを理論化、体系化し、その技法と理論が、全国に公開された。 2012年1月からブログ、大西光の、もっと釣り隊を解説。また趣味として、自作の釣り具を作成している。現在は80歳を超えてなお、磯釣り、沖釣り、軽流釣り問わず幅広く、超過を上げている。日南の水を守る、海主催の釣り大会。日野川の源流域で活動する、釣り連絡協議会の青年たちが立ち上がり、 清流を守るため著名があゆ釣り師であり、水質保全や河川保護に高い見識を持つ、大西三鶴の講演会を行ったが、大西がこんな純粋な気持ちで活動している人たちからもらう、わけにはいきません。と講演会料を誇示。青年たちがその資金を意味あるものにしようと、大西の名を冠したあゆ釣り大会を通して日野川を知ってもらおうと企画した。 1988年からスタートし2018年まで第30回大会でその幕を閉じた。開会のスピーチで30回を迎えたこの大会ですが開催した当初は河原にカップ麺の容器やプラスチックゴミがあちらこちらに落ちていました。当時、釣れたアユも食べたいと思いませんでした。しかし関係者の努力のおかげで確実に川は生き返ってきました。と、 大西は開会の挨拶をした。昭和60年8月12日、前橋市の利川で釣りファンを相手に鮎釣りの講習会を行っており、大阪に帰るために19時35分発の羽田発痛み行き最終便のチケットを持っていた。しかし、講習会が予定より早く終了したため1時間以上、早い飛行機で帰ることになり、 家族に18時発123便で帰ることを伝えた。しかし、知人の釣竿が壊れたとの相談から修理を手伝っている間に30分以上かかってしまい、会場を出発するのが遅れた。羽田空港に着いたのは17時半頃で、18時発、JAL123 便のキャンセル待ちに並んでいたが、二人手前の人で打ち切られ123便に搭乗することはなかった。 18時30分発の飛行機で伊丹空港に到着したが、家族には別便で帰ったことを伝えずに帰宅したために家族及び近隣住人は大混乱となった。ありがとうございます。